ここから本格的な支線のさらに支線という言えるような、鉄道式ご案内します。で、残ってますんで、昔の橋の作り構造は比較的分かりやすいということですね。これが文句なく、木曽ヒノキとして、代表的な一つの樹種だということですね。で、年月はおよそ400年というふうに言われてます。まあ一本でおそらく数百万というふうには言われてますね、この木だけで。どのくらいか。